Video Diary February the 8th, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan ビデオ日誌2019年2月8日8日林博史です。こんにちは。今日はエイリアンの特徴について考えてみました。またその動画を集めてみました。まあエイリアンといってもですね、イギギ、つまり火星人ということになります。で、いくつかの特徴があるわけです。一つは目の周りが暗い、黒いということですね。暗いんですよ。グレーの写真も今日紹介しましたけども、目の周りがですね、色がわかりませんけども黒い、暗いんですよね。はい、これが一つの特徴かと思います。二つ目の特徴はやはり長い指ということですね。人間の手に比較してですよ、手のひらと指がですね、その割合といいますか、相対的にエイリアンの指は長いということです。ボイド氏のですね、死の直前告白によれば、まあ 20% から 30% は長いということですね。つまり手のひらに比して指がですね、より長いということです。はい、ボイド・プシマンですね、の証言です。で、そのこととですね、今日、まあ皆さんに今日の動画の中でですね、注意していただきたいのは、全世界にですね、洞窟の中に手形が残ってますね。手形。あの手形に表現されている手というのはですね、やはり指が長いんですよね。いわゆるボイド・ブッシュマン氏が言ってるように、30% ほど長いという感じの表現で、まあ表現されると言いますかね、の表現と一致するわけです。つまり、まあ私の今までの流れからしてですね、要するに火星から連れてこられたイキキ、つまりアヌオイカ、アヌナキたちによって連れてこられて、奴隷として使われた火星人という、まあ、今度はね、ゼカレシッチンの粘土板に書いてある記述とまで一致していくわけです。そして、まあ長い指がですね、ダヴィンチの絵の中にも表現されているということです。言い忘れましたけれども、目の周りが暗い、黒いという、まあ事実ですよね。まあ事実と言っていいわけですけれども、それと同じコンセプトを持って表現されているのがダヴィンチの絵ということになるわけです。それも今日の動画の中で紹介しました。そして長い指もですね、ダヴィンチの絵の中で同じように表現されています。それも今日の動画の中で皆さんにご覧いただけると思います。今現在ね、レンダリングかけてアップロードする前の段階ですから、予定ということになりますけども、ダヴィンチの描いたマドンナの手ですね、指に注意していただきたいと思うんですけども、まあ、異様に長いということですね。まあ、そのような形で、レオナルド・ダヴィンチは、彼自身がね、交際していたイギギ、あるいは火星人の特徴を表現したのではないかと私は考えています。まあ、そういう絵も残っているわけですよね。まあ、その絵も今日紹介することになると思います。それから三つ目の特徴はやはり異様な撫で型ですよね。もう首の付け根から剣があるような感じでの、まあ、欧米人の中にはそういう撫で型の人もいるようですけどもね。ひょっとしたらエイリアン種の、なんて言いますか、DNA を引き継いでいるのかもしれません。ともかくも異様な撫で型ですよね。首の頭の付け根からね、肩にかけて、まあ、撫で型になっているということです。昨日か一昨日発表した動画の中でね、私、ふと、この方であったならば、
ショルダーバッグはかけられないんじゃないかってなことを言いましたけども、私の印象ではショルダーバッグはかけられませんよね。あのモナリザにしてもやはり異様な撫で方であると。それからラファエロがそのモナリザを模写したと言われている、まあ、絵もあるわけですけども、女性像があるわけですけども、やはり異様な撫で方ですよね。欧米人ってあんな方してるのかなっていうことで、一度ね、ハンガリー在住の日本人の方にリサーチしてもらいましたけども、半日だったかな、カフェで座ってね、そこを行き交う、その白人種の人たちの方を見たんだけれども、ああいう撫で方の人はいませんでしたという報告も受け取っています。それから大切なことは、まあその撫で方なんですけども、まあダヴィンチもラファエルもそうした女性を描いているわけですけども、大切なことに、ジョナサン・リードがね、森の中を散歩中に、まあ、出くわしたエイリアンも異様な撫で方であるということ、それから縄文土偶に表現されている、まあ皆が皆じゃないんですけども、エイリアン種と思われる土偶の中にはですね、まあ、やはり異様な撫で方の土偶もあるということですね。そういう形で撫で方がつながっていくということです。それから重要なことはですね、いよいよパラカス人が登場するわけですけども、そのパラカス人とダヴィンチがですね、仲良く談話している様子を表したスケッチ画も残っています。ダヴィンチなる画家が描いたとされてますけども、その絵の中に表現されている超等人間、縦長超等人間はですね、明らかに火星人ですね。人間の骨格ではありませんね。頭頂骨が、まあ、頭頂板がですね、1枚になっている。まあ、本当は上から見ると3枚に、人間はね、3枚になってますけども、それが2枚であるとか、いろいろと、まあ、発見してきましたけども、下顎がですね、上顎を包むような形になっているのも、やはり、火星人の特徴ということも、発見、2018年に私、林博が発見しました。そうしたそのパラカス人との特徴がつながっている。そしてですね、これから先がまあダイナミックにつながっていくわけですけども、あのナスカの高原のライン群の中でも特に目立つライン群、グランドクロスと呼ばれているあのラインですけども、縦線は正確にエリア51を示してますね。51というのは11ゲマトリアによれば火星を意味します。こうして、まあ、ナスカ高原のライン群とアメリカのエリア51とつながっていくわけです。そしてナスカの隣接してるって言いますかね、その情報をパラカスと言いますけども、パラカスからは縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上見つかっている、300個ですね、300個以上見つかっているそうです。まあ、深い関係があるということですね。そしてそのナスカ人は好戦的だったそうですね。それでパラカス人を追い出して、そこに自分たちの、まあ、国といいますか、領土を広げたといいますか、作ったということになってますね。そのパラカス人の中心的な、まあ、神といったらいいんでしょうね、縦長超等人間が要するにイギギと、まあ、このようにしてつながっていくわけです。そしてそれを証明する形でですね、あのダヴィンチはモナリザの背景に51という数字を書き込みました。エリア51の51ですね。そして、モナリザの姉妹作と言われているアイルワースのモナリザ、通称ヤングモナリザの背景には、火星の風景が正確に描かれていました。こうして宇宙、そして地球の過去、現在、宇宙と地球、そして地球の過去と現在が、有機的に、それぞれが密接不可分に、まあ、有機的っていうのはちょっと誤解を招きやすいですけども、密接不可分につながっているということですね。連続性を持ってつながっているということです。まあ、今日の動画の中でそうした点にですね、注意してご覧いただきますと、皆さんの、まあ、歴史観というものも大きく変わるのではないかと思います。で、最後に、まあ、今日その動画までアップするかどうかちょっと時間的に無理かなと思ってるんですけども、ナスカの乾き遺跡ですよね。は、いわゆる人間奴隷という言い方に語弊があるならば、人間の
労働者をですね、収容しておく収容キャンプであった説、それからマチュピッツもですね、収容キャンプであった説とつながっていきます。その証拠といいますかね、そのつながりというのは、実は南アフリカのフェルヌクパンに残っていたということです。まあ、このような形で、全世界、全宇宙、まあ、全宇宙が太陽系ですよね。そして地球の古代史というものがつながっていくということです。そういう視点で今日の動画をどうかご覧になってください。今日のビデオでありこれで終わります。 Bye for now. Nazca lines in Nazca Plateau in Peru are lines that show the directions to each ruin. I name this theory Hiroshi Hayashi's Nazca theory, and the lines to the similar ruins gather together at one single platform in Nazca. I name this theory Hiroshi Hayashi's platform theory, and then we are able to know the historical connections between these ruins with these two theories. Moreover, we are also able to solve a mystery of a ruin with these two theories, a mystery of a ruin which is left unknown what it is for humans. Then, I, Hiroshi Hayashi, hereby define the theory as Hiroshi Hayashi's line history theory, because with the theory, we are able to know the secret history of the ruin, what it is. Then the largest mystery of Nazca lines is that who created these lines, for whom and what for. But I can hear their voices whispering in my ears that someday you will reveal this fact and you will know what Nazca lines are. And then it's time for humans to know what we are and what for we did it. We did and left these lines for humans to know that the whole hidden history on this planet, the Earth, were created by us. Now is the time for you to know the truth of human history, because the history of this planet is a history of ours as well as of yours. Humans are not alone on this planet. Both you and we are brothers and sisters. ナスカラインは世界の拠点の方向を示す方向指示ラインです。これを林浩司のナスカ理論と言います。また関連性のある拠点からのラインはナスカ高原で一つのプラットフォームに集まります。これを林浩司のプラットフォーム理論と言います。つまり逆にそのプラットフォームに集まるラインからそれまでは分からなかったその先にある拠点の謎を解くこともできます。言い換えるとナスカのラインおよびプラットフォームはその謎の答えを私たち人間に教えてくれる言うなれば歴史ラインということになります。これを林浩司のラインヒストリー理論と言います。だから私にはこんな声がささやいているように思います。
いつか君たち人間はこの謎を解く時がやってくるだろう。その時君たち人間は誰が何のためにナスカのラインを引きプラットフォームを書いたかを知るだろう。そう、そのラインを書きプラットフォームを書いたのは私たちなんだよ。人間の歴史は同時に私たちの歴史でもあるんだよ。この地球は人間だけのものではないんだよ。つまりね、私たちはあなた方人間と兄弟なんだよ。と。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。Thank you.
long, long time ago, before Christopher Columbus completed four voyages across the Atlantic Ocean and established settlement on the island of Hispaniola, initiated the permanent European colonization of the Americas, there had been already a line in Nazca which shows the direction to Area 51 of present-day USA. This fact indicates that Area 51, which stands for Area for Mars in Jewish Gematria, had been there as it is now long before the days of Christopher Columbus. This is an important point for today's video, but why? Why had it been there in Nazca, the line which shows the direction to Area 51? ナスカ高原には現在の USA のエリア51の方向を正確に示すラインがあります。通称グランドクロスと呼ばれるナスカ高原においては最大かつ最も目立つ直線です。つまりコロンブスが大西洋を横断する4回の航海を成し遂げる以前からそのラインはあったということです。ここが重要です。コロンブスがアメリカ大陸を発見するはるか以前にすでに現在のエリア51の場所を正確に指し示すラインがナスカ高原にはあったということです。なぜでしょうか。エリア51の謎はまさに底なしの様相を示してきました。広志林浜松セリージャパン。Nazca lines are inheritance from Martians to humans to let us know the real history with God. Nazca のラインは火星人が私たち地球人に残した、つまりは歴史的遺産ということになります。このような形で火星人たちは人間に遺産を残してくれました。その遺産によって私たち人間は人間と神々の真の歴史を知ることができるようになりました。広志林浜松セリージャパン。ナスカのあのライン群は誰が何のために引いたものでしょうか。その謎を解く鍵がアメリカのあのエリア51にありました。まず皆さんをナスカ高原へ案内します。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数のラインが引かれていますが、その中でも特に際立ったこのやや左にあります白いラインに注意してください。一般にはグランドクロスと呼ばれているラインです。長さが10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。このラインは伸直線に正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。この黄色いラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。エリア51はアメリカでも最も重要かつ秘密基地ということになります。そのエリア51の51は11種ゲマトリア、つまりユダヤの暗号によれば火星を意味します。火星です。そしてこのナスカおよびやや北方のパラカスではこのような
縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長超等人間です。ではこの縦長超等人間は誰でどこから来たのでしょうか。その謎を解くヒントをあのゼカリア・シッチンが残してくれました。この本の1ページの中央部の挿絵に注意してください。この挿絵の中央部に書かれている人物に注意してください。左に書かれているのが六芒星。火星は太陽系の惑星を外側から数えて6番目ということになります。地球が7番目、そして金星が8番目ということになります。六芒星イコール火星のシンボルマークということになります。この挿絵の中の右から2人目、中央に描かれているこの人物に注意してください。イギギです。そのイギギについてウィキペディア・イングリッシュには次のようにあります。イギギ was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology, though sometimes synonymous with the term Anunnaki. In one myth, the Igigi was the younger gods who were servants of the Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. つまり、イギギというのはシュメール神話の中では天の神と考えられていた。そしてイギギはアヌンナキの同意語として使われることもあった。そのイギギは反乱を起こし人間の創造によって置き換えられるまでイギギはアヌンナキの召使いであったと。これがその円筒印象と思われる図柄の説明文ということになります。ただゼカリア・シッチンはこの挿絵についてですね、左上に書かれているのは火星であり、中央に書かれているのがニビル、つまり横切る星であると説明しています。が、ここで注意していただきたいのは中央のその人物です。これが太陽とゼカリア・シッチンが説いています。そしてこれがイギギ、火星から来た人という意味だそうです。そして左上に六芒星が描かれています。まあ、ここから火星人ということをゼカリア・シッチンは判断したのだと思います。そしてその中央の人物の左右に人間らしき人物が描かれています。まあ、かなり大柄な人間ですから神だったかもしれません。この手をかざしている点に注意してください。右はですね、エジプトの壁画に残っている絵ですけども、皆手をかざして挨拶をしています。まあ、このような形で古代の人たちは相手に挨拶をしたわけですけども、まあ、大抵は目下の人が目上の人に対してこのように挨拶しているということになります。目上の人が目下の下に同じように挨拶している絵もエジプトの壁画に残っています。それはともかくもこの人物に注意してください。異様に頭が上方縦長に長く、そして頬骨が出ているのがわかります。少し回り道をしましたので最初の話に戻ります。ナスカです。ナスカのグランドクロスに注意してください。縦線ですね、今黄色いラインでそれを示しました。このラインは正確にエリア51の方向を示しています。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ここが重要です。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。この黄色いラインはナスカ高原の中にあっても際立って目立つラインということになります。つまりナスカ高原の中においてはラインの中のライン、ラインの王ということになります。そしてナスカおよびその北方のパラカスではこのような縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上発見されています。縦長超等人間です。その頭蓋骨と
先ほど紹介しましたイギリの絵と比較してみてください。イギギと中央下の縦長長頭人間の頭蓋骨です。私林博氏はナイル川周辺の例えばツタンカーメン王家族の頭蓋骨およびドゴン族のアーティファクトに残っている横長長頭人間の頭蓋骨と区別してパラカス周辺のこの頭蓋骨を縦長長頭人間と呼んでいます。それはともかくもこの縦長長頭人間の頭蓋骨と左側イギギの頭の形が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。長い頭そして出っ張った頬骨ということになります。つまり向かって左側この人物がイギギ火星人ということになりますから、当然向かって右側のこの縦長長頭人間もイギギ火星人ということになります。こうしてゼカリア湿疹の解読した謎とエリア51とそしてナスカ高原のライン群がつながりました。がそれだけではありませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この赤い帽子のようなものをかぶった人物の喉を見てください。生命維持装置のようなものがついています。で拡大してみますと人間らしからぬ顔をしているのがわかります。そうです、縦型長頭人間です。その縦長長頭人間をダ・ヴィンチ自身が描いていました。右から二人目はパラカスの縦長長頭人間です。同じ顔であることに注意してください。そしてその上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり今から2000年前のイエス・キリスト自身であると私は判断しています。このようなスケッチ画を1500年後のイエスが私たち人間に残しました。そしてこれが私たちがよく知っているダ・ヴィンチの肖像画なるものです。こうしてダ・ヴィンチと一連の縦長長頭人間とつながりました。ナスカ高原です。このラインがナスカ高原のラインすべてを代表しているということになります。そしてそのナスカ高原はエリア51とつながっています。つまりエリア51は地球における火星人の基地ということになります。あなたの声がこう聞きました。誰がナスカラインを作ったのですか？もちろん私です。私たちが作りました。あなたの声がこう聞きました。
では何のためにナスカラインを作ったのですか？もちろん人間のためですよ。あなた方、人間のためですよ。え？人間のためですか？もちろんそうですよ。いつの日か人間の皆さんはこうした事実を暴き、そしてこうした事実を知るところとなるでしょう。そしてその時、人間の皆さんは私たち火星人との歴史を知るところとなるのです。ナスカ高原のそれぞれのラインはそれぞれの遺跡へとつながっています。そしてそれぞれの遺跡との関連性を、このナスカ高原のラインを知ることによって、皆さん地球人も知ることができるのです。つまりね、ナスカのラインというのは人間の皆さんのための、言うなれば歴史の記録書ということになるのです。わかりますか？つまりね、ナスカラインというのは未来のあなた方のような人のための、つまりは遺産ということになるのです。これによって皆さんは人間の真の歴史を知るところとなるということです。あなた方火星人が地球人のために残してくれた遺産ということになるのですか？そうです。もちろんそうです。あなた方人間はこのナスカラインの謎を解くことによって、あなた方が何であって、そしてどこから来たかを知るところとなるのです。いいですか皆さん、あなた方人間は神の息子たちであり、そして娘たちなんですよ。それをこのナスカラインによって皆さんは知るところとなるのです。